はい、元バイク屋のフワグラさん、略してバイグラさんです。こんにちは。さて、今回は似ているようで全然違う 125cc クラスと 150cc クラスのバイクについて解説をしていきます。近年このクラスってすごく人気がありますよね。車体がコンパクトでありながら30キロ制限がないんで自動車と同じように走れますし、二人乗りだってできます。また以前はこのクラスといえばスクーターが主流でしたが、近年は海外生産モデルを中心にマニュアル車もたくさん入ってきています。昨今 250cc や 400cc クラスの選択肢が少なくなっているのとは対照的に、海外モデルも増え盛り上がりを見せています。経済的でありながら制約が少なく、日常の足として使いやすいクラスなんですよね。今回はこの 125cc と 150cc のバイクについて徹底的に解説し、現在購入することができるおすすめしたいというより、なんなら自分が欲しいと思っている車種についても解説をしていきます。まずは 125cc クラスの経済性について解説をします。次に 125cc と一見大差ないように思える 150cc クラス、 125cc とはどう違うのか、どのような位置づけなのか詳しく解説をします。そして最後、発狂なこの 125-150 クラスですが、おすすめしたい車種をいくつか紹介します。実際に自分が所有している 125cc バイクや、今ちょっと気になっている 150cc バイクについて触れていきます。それでは早速解説に入っていきましょう。はい、ではまず 125cc クラスの解説です。このクラスは第2種原動機付き自転車という分類になります。必要な免許は普通自動二輪の小型限定以上。この 125cc の最大のメリットは、なんといっても維持費が安いっていうことです。この維持費について具体的に解説をしていきますが、この動画で解説をしている税金や保険などは全て動画制作時点の金額になりますので、その点はあらかじめご了承ください。ではまず税金について。バイクにかかる税金というのは、重量税と軽自動車税の2種類があります。1つ目の税金、重量税、なんと重量税はかかりません。0円です。さらにもう一つの税金、毎年かかる軽自動車税も2400円。1年間で2400円なんで、1ヶ月あたりにするとたったの200円です。さらにさらに安いのは税金だけではありません。保険、この保険というものも2種類あります。強制保険、いわゆる自賠責というものと任意保険ですね。まず自賠責保険、これは加入期間によって異なるんですが、1年あたりの金額が最安となる5年で契約した場合、1年あたり2662円という金額です。つまり最低限の維持費としては、2400円の軽自動車税に2662円の自賠責で、1年あたりわずか合計5062円という金額で所有することができるんです。ただし現実的にはここに任意保険の費用が加算されますが、実はこの任意保険の費用も安いんです。任意保険の書き方っていうのは2通りあって、まずは自動車を所有している方の場合、自動車の任意保険を主契約とし、ファミリーバイク特約という特約をつけることができます。そうすることで 125cc 以下のバイクであれば保証対象となるんですね。しかも台数は何台でも OK。 特約の費用は保険会社によって異なりますが、一般的には個別に任意保険に入るよりも安いケースが多く、複数台であれば特にその恩恵を大きく受けられます。逆に注意したいのは、あくまで特約であるため、何年間も無事故で保険を使うことがなかったとしても割引は適用されません。ですので 125cc バイクは1台しか持っていなくて、かつ長期間乗り続けるっていうんであれば、原付の任意保険に個別に入った方が安いっていうケースもあり得るんです。ファミリーバイク特約の方が絶対に安いっていうわけではないので、その点はご理解くださいね。税金や保険だけでなく、燃費も良く、実燃費でリッターあたり50キロ走るような車種もあります。またタイヤなどの消耗品の価格も安いです。 125cc のバイクっていうのは、一般道において制限速度は自動車と同じであり、2段階右折のような制約もないにもかかわらず、とても維持費が安くてお得なんですよね。そしてバイクとしても楽しい。オフロードモデルで林道を走るもよし、スポーツモデルで振り回して走るもよし、スクーターでもレースがあったり、カブのようなバイクをカスタムしたり、長旅に出るのもよし。小さいながらたくさんのジャンルがあり、小さいがゆえガンガン回して走ることができたり、気軽に低価格で楽しむことができるんですね。しかしこの 125cc クラスとほとんど排気量が変わらない 150cc というクラス、これってどうなんでしょう。車種によっては同じ車体でありながら 125cc のモデルと 150cc のモデル2つが用意されていたりもします。
ちょっと気になりませんか？では次の章では 150cc について解説をしていきましょう。はい、では 150cc のバイクについて解説をしていきます。 125cc と大して排気量も変わらないし、なんなら共通の車体で 125cc バージョンと 150cc バージョンが用意されているっていう車種もあったりしますよね。車体の価格だって大して変わりませんが、維持費は実は大きく異なっていて、実用上の差もあるのがこの 125cc と 150cc なんです。そもそも 125cc と 150cc では免許の区分から異なります。先ほどお伝えしたように 125cc は小型限定の普通自動二輪免許で運転できますが、 150cc は小型限定ではない普通自動二輪免許が必要になります。そして 125cc は第2種原動機付き自転車に該当しますが、 150cc は軽二輪という分類になります。この軽二輪というのは 125cc を超えかつ 250cc 以下の排気量の二輪車のことを言います。そう、この 150cc っていうのは 125cc とよく似ていますが、実は 250cc バイクの仲間なんです。 250cc というと ZX25R のようなスポーツバイクや CRF のようなフルサイズのオフロードバイク、そしてフォルツァのようなビッグスクーターを想像しますよね。こんな小さな車体で原付の兄貴分みたいなバイクですが、税金や保険の費用っていうのは 250cc クラスと全く同額なんです。まず税金、新車で購入する場合は重量税が4900円かかります。そして毎年軽自動車税が3600円、自賠責保険は最長の5年契約をした場合で14200円、1年あたり2840円。最も差を感じるのが実は任意保険なんです。原付っていう扱いにはならないので、自動車などを主契約としたファミリーバイク特約の対象外となり利用することができません。個別のバイク保険に加入しなければならないんで、かなり高額になってしまいます。実はバイクの任意保険っていうのは原付と自動二輪の2種類しかありません。一見原付寄りに見える 150cc のバイクですが、200馬力近い 1300cc のメガスポーツやハーレー、VMAX といった大型バイクと同じ金額なんです。ですので見た目はほとんど同じでも 125cc と 150cc では維持にかかるコストっていうのが全然違うんですね。ここまでの話だけでは 150cc のバイクに否定的に聞こえるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。どんな人におすすめしたいかっていうと、まず大前提として 250cc のような大きなバイクは必要ないっていう人、駐輪場が狭かったり日常使いで200キロ近くもあるバイクは使いにくいって感じる方ですね。その上でまず一つ目のパターンとして、高速道路や自動車専用道を使用したいという人、この 150cc っていうのは今お伝えしたように 250cc と同じ区分になるんで、高速道路や自動車専用道のバイパスを走行することができます。ですのでメインの用途は日常の足だとしても、たまには高速を使って遠くまでツーリングに行くっていう使い方もできたりします。またお住まいの地域に自動車専用道がある場合、特に通勤や通学にそういったバイパスなどを利用したらぐっと時間短縮できたりするんであれば、断然 150cc がおすすめです。もう一つのパターンとして、バイクにかける費用を抑えたいという人、最も顕著な差があるのは車両価格。ホンダの PCX を例に挙げると、この動画制作時 125cc の新車価格は36万3000円、そして 160cc バージョンの PCX の価格は41万2500円と大きくは変わりません。それに対しホンダの 250cc スクーターであるフォルツァは69万1900円と一気に30万円近く跳ね上がります。タイヤなどの消耗品も 125cc と共通だったりするんで安く抑えられますし、燃費も 125cc クラスとほぼ同じ水準です。また中古で購入する場合、需要や回転率の関係から 125cc よりも 150cc の方が割安な場合もあったりします。 125cc と比べると確かに税金や保険という面での維持費では高くつくものの、 250cc と比べるとかなり割安感もあるんです。高速道路やバイパスも走れるわけですから、 250cc や大型と比べても移動する上では何も不自由がないわけですからね。そこでこんな 125cc、150cc というクラスのバイクですが、どんなバイクがあるんでしょうか。
スクーターばかり想像してしまいがちですが、実はかなり楽しい。遊べるバイクもあって、最近では趣味のメインバイクとして使えるような車種もあります。紹介していきましょう。はい、ではおすすめしたいバイクを紹介していきますが、あえて実用車は紹介しません。遊び心のある個性的なバイクに絞って紹介をしていきます。まず紹介するのは自分も所有している KLX125 というオフロードバイク。北海道に住んでいた頃はこのバイクでよく林道をお散歩ツーリングしていました。 250cc クラスのパワフルなフルサイズオフロードと比べてしまうと、もちろん絶対性能ではかないませんが、本気の林道アタックでもしない限り十分楽しめます。少し小さくて車体も軽いんで、トコトコと林道をのんびり走るにはもってこいなんですね。たまに林道を走る程度なんで、高速に乗ることもありませんから、維持費の安い 125cc という選択肢はベストだと思ってます。次に紹介するのは ADV160。 これ実は自分が今欲しいと思ってる1台なんです。スクーターでありながら昭和製のリザーバータンク付きのリアサスやブロックパターンのタイヤを装備し、舗装路はもちろんちょっとした悪路も走れてしまうっていう遊び心のある1台です。そして見た目もかっこいいですよね。街中を走っているのを見ても一瞬、なんだあのバイクって視線が向かってしまいます。メーターもフル液晶で最近のバイクっていう感じで洗練されてますよね。多少の悪路も走れる仕様なんで、こんなバイクで気の向くまま200ぐらいののんびりツーリングに行ってみたいです。そしてお次はこちら。これ 125cc なのって二度見してしまう YZF-R125。あのヤマハのスポーツバイク YZF シリーズの末底モデルです。 125cc とは思えない造形、そして妥協のない作り込み。ヘッドライトは LED、 フロントフォークも倒立、フル液晶メーター、そしてスポーツバイクであることを主張するセパレートハンドル。いやー、これが原付2種ですよ。信じられません。年間5000円程度の維持費プラスファミリーバイク特約で乗れてしまうんです。こんなバイクが1台あれば生活に潤いが出て、めちゃくちゃ毎日楽しくなりますよね。ちなみに 150cc 版の YZF-R15 というモデルもあります。もし高速道路も走れる大きなバイクをすでに持っているっていうんであれば、セカンドバイクとして R125、 このバイクをメインの1台として使うんであれば R15 がいいかもしれませんね。メインにアメリカンやレトロタイプのバイクを所有していて、セカンドバイクにこんなスポーツバイクがあれば楽しみ方の幅も広がりますよね。実はこの2台は2023年の10月に発売されたばかりです。こういった新しいバイクの情報は月刊オートバイやヤングマシンといった雑誌を見ると早い段階で情報をキャッチできます。そこで30秒だけお知らせです。1冊買うと1000円くらいするこういったバイク雑誌ですが、楽天の雑誌読み放題サービスを使うとわずか月額418円で最新号からバックナンバーまで読み放題なんです。バイク雑誌以外の国内大半の雑誌も読み放題ですから、ほんと神コスパなんです。しかも初めて利用される方が月額プランに申し込んだ場合、31日間無料で試すことができます。31日以内に解約をすれば1円も料金は発生しません。この動画の概要欄にお申し込みリンクを貼っておきます。というわけで今回は 125cc と 150cc の特徴やおすすめしたい車種について解説をしましたが、いかがでしたか。一見大差ないこの2つの企画ですが、免許も違えば区分も維持費も全然違うってことをご理解いただけたかと思います。こんな感じで元バイク屋の私フォアグラさんがバイクライフに役立つ情報を毎週配信しています。バイクに興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また今回みたいなテーマの解説動画、他にも作ってほしいって感じた方、ぜひ高評価ボタンのクリックをお願いします。この高評価の数を見て次回以降の動画のテーマを考えてますんで、参考にさせてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。